はいいどうも秘密フェ総水でございます今回は若潮スプリントということでね第1回だそうですね、船橋のダート1200メートルの重傷、船橋のダート1200、まあ、12というコース自体初めて重傷ができたということになるみたいで、まあ、調べたら船橋の1000人に重傷ないようなんて出てきたんでねいつの記事やねんと思ったらこのレース自体がまあ今回が第1回だったと。 まあまあオープン特別としてはあったんですけどね、重賞としては第1回ということになるそうです、そういうわけでね、ぜひ当てていこうということで、こういった予想にしてみました、今回の軸なんですけど、1番のエンテレケイア、こちらからいきたいと思います、JRA1 勝クラスで2着2回と、実績は上位というふうに言えると思います、前走転入初戦、落賞してますし、ここは実績最上位かなと、JRA1 勝クラス勝てればね、 まあ東京ダービーだって好勝負になるというかね7場審に圧勝したバルダッサーレバルダッサーレってまあ、いたよねまあ記憶からあの時のドダービーのあの表彰式はひどい有りさまだったけれどもまあねそんな感じでね JRA1 勝クラスを勝ったとっいうのはまあ,あ2着2回っていうのは相当この g 3 S3 ぐらいのメンツだったら上位ということになると思います、まあ、そして3番マテラフレーバー JRA の芝クロッカスステークスにもちょあの挑戦した期待馬と、まあ、ここでも上位が期待できるんじゃないかなと思っていますそして4番キャストロポポここ2戦はね短距離のオープンでは上位に来ております、まあ、この勢いあの短距離戦線であればひもに拾っておくべき1頭かなというふうには思えてくるんですねで6番ファイナルキング、まあ、短距離ではね結構3勝ぐらいオープンでもね2勝ぐらいしてるのかな まあ、JRA で走っていたエンテレケイや JRA に挑戦したマテラフレーバーといったあたりの JRA 実績に対してどこまでやれるか、まあ、地方でねあのずっと走ってた中では上位と言えると思います、まあ、そして同じく短距離ですで、えー、に4勝を挙げているブラックストーム、まあ、あの枠順の有利不利が少ないコースってことは大外ってね結構あの外から馬が来ない分レースしやすいんでそこも含めて期待をしていきたいと思います まあそんなわけでね、こういった形で予想の方もねやっていきますので、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、発注でした。